おめえも早く手伝え。何やってんだ。このままじゃキリがありやせんね。どうします。そこでオロオロしてるバカ王子、なんか弱点はねえのかこの化け物。要は完璧なるペットしか飼わん。だからそれは完璧なる紙のペットじゃ。つかお前今バカっつったよな。紙なら燃えるだろ。そこ、爆風とマッチはどうやった。まあ、置いてきた。つか、土方さんの貧乏ライター使ってください。俺だってライターこれしかねえんだよ。これがなくなったらタバコ吸えなくなんだろうが。投資、何でもいいから早くなんとかして。ち、ほらよな。燃えねえみたいですね。これだから無策な副長の考えは。うるせえ、ガタガタ抜かす。あー、もうどうすんだよ。化け物退治できなかったらまた新選組世論のやり玉だよ。何かないっすかね。無理だ。無理ですと。企画休会。そんなことより解決策を考えましょうよ。なんだ、何か浮かんだのか。切ってみるって、現に刀で切ってるが無駄だぜ。だけど、あんな奴を切るほどのハサミなんて。さに渡すの忘れてた。またどやされる。なるほど。そんな簡単にうまくいきやすかね。だが今は他に方法はねえ。ソラ、任せたぞ。よし、突撃。マジで切れてんぞ怪物。なかなかやるじゃねえかい、ソラ。よくやったな、ソラ君。ああ、大したもんだ。お手柄お手柄。いやー、うちに推挙した甲斐はあったってもんだ。それに、どうかしたのかい。さーて、ソラ君のお手柄を薄くして飯食いに行くか。ギロッポンで C 数ですか。いや、レスファミで測定だ。経費節約しろって言われてるからな。その代わり好きなもん食べていいぞ。お前も遠慮するなよ、ソラ君。もう立派な新選組の仲間なんだからな。